それでは液に行きますね。まあ、辺と作りの幅がだいたい同じぐらいね。じゃあ、馬辺からいきますね。辺の方ね。縦を書きますね。で、横を短め。半分ぐらいから書いて3等分ですね。角度を揃えて斜めに切って抜いたときに、この長さ、この長さを比べたときに、上の方が下より長い方がいいです。点は上の方に揃えて、徐々に上がっていく感じですね。そしたら、この幅は少し短めぐらいですね。で、右上がり。内側に入ってきて閉じたら、立ち気味に払ってきます。辺よりも下がらないようにしてください。位置は一緒ですが、これはまあ45度に近い感じ。